今日はトーマスワールドだよ。この箱の中には何番が入ってるかな？ 4。 4って書いてあるね。じゃあどんな感じのが入ってるのか中を見ていこうね。こんな感じのが入っていたよ。よし、この袋から出してみようね。よいしょ。まずはこのシートはどんな感じのが入ってるのかな。よいしょよいしょ。これがシールだね。コーナー&ゲートっていう風に書いてあるよ。そしてこのシートを広げるとこんな感じで大きなお城が描かれているね。よし、それじゃあこの部品を取ってそして組み立てていってみようね。まずはコーナーからすごい大きな機関車なんだね。よいしょ、取れるかな。まずは顔から取っていこうかな。よいしょ。こんな感じの顔だよ。そして車輪に、よいしょ、結構硬いなこれ、大きいからね。よいしょ、あ、取れた取れた。よいしょ。そしてこの車体取れるかな。あ、取れてきた。よし。そしてこっちの方、こっちの方も、あ、取れてきたね。この車体をこうやって合わせていって、あとはこの車輪だね。車輪をここにセットしていく。よいしょ。そしてギュッと押し込んでいって、あとはこの穴に合わせて顔をはめ込んでいくよ。よし、本当に、本当に大きな車体だね。それじゃあここにシールを貼っていくよ。まずはこの後ろのところから行こうかな。こんな感じで合わせて、そしてピタッと貼っていくよ。それからこの前のところだね。前のところのシールも結構大きなサイズだね。よいしょ、ここに合わせて、そして貼っていくよ。よし。それからこの横の部分、横の部分はこれかな。よいしょ、こうやって、あ、これかな、これでこんな感じかな。そして逆の方も同じように合わせて貼っていくよ。よし。そしてこれはどこなんだろうね。これはどこかな。よいしょ、取ってここだね。この細いところにこうやって貼っていくんだよ。よし、逆の方も貼っていこう。よいしょ、こうやって貼っていくよ。よし、これでコーナー完成だよ。それじゃあゲートの方も完成させていこうね。よいしょ、また部品を取り外していくよ。よし。そしてこれとこれはね、
こうやって合わせてセットすると上下にこうやって動くんだよね。これでゲート通せん棒するんだよ。こうやって、そしてここにこの線路のパーツをこうやってはめていくよ。よいしょ。よし、これで完成だよ。じゃあシートの上に置いて、そしてコーナーに、ここに行ってもらおうかな。コーナーがゲートから出てきたよ。出てきたらこのゲートを閉めて、そしてコーナーが出かけていっているよ。トーマスワールドのコーナーとゲート、楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。